メッツ、ウィレッツ、ポイント駅は、ロングアイランド鉄道ポート、ワシントン支線の季節駅で、ニューヨーク市クイーンズ区のフラッシングメドーズコロナパークの、ルーズベルトアベニュー寄りにある。以前は、シェイスタジアム駅という名前だった。この駅は、シティフィールドでのニューヨークメッツのホームゲーム開催時と、ユースタ、ビリー・ジンキング・ナショナルテニスセンターでの、全米オープンテニス大会開催時。 そして緊急時のみ営業する。当初はシティチケットの対象外だったが2011年8月に対象駅に含められた。なお営業時には乗車前に運賃を徴収される。ラガーディア空港へのアクセス路線として建設が検討されているエアトレインラガーディアでは当駅に接続することが提案されているエライプリンダールステーションヒストリー。 trainsarefun.com 2011年1月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年6月24日閲覧またエライプリンラール S ディスカウンテッドウィークエンドシティチケット Nowgood for Travel to Mets ウィレッツポイントステーション2012年6月12日閲覧 mapsofproposedirtrainlgaroutatny.govwikimediacommons には、メッツ、ミレッツ、ポイント駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。